海所自衛隊最大の艦艇となる新型護衛艦、いずもが25日、就役した。すでに配備されている日遊河を大きく上回る最大幅38メートル、全長248メートルのヘリコプター搭載型の護衛艦。戦後70年の節目となる年に、自衛隊悲願の空母が復活した。横須賀基地に配備されたいずもは、陸上自衛隊が導入する新型輸送機オスプレイ5機が同時発着でき、ヘリ9機を運用できる。東シナ海でのさばる中国への抑止効果のほか、大規模災害が発生した際には、輸送や病院船としても期待される。フラットな甲板で、見た目は明らかな空母だが、戦後、日本は空母の建造を禁じられている。政府は、攻撃型空母の保有は許されないとの見解を示し、空母とは表現せずに、あくまでヘリ搭載型護衛艦との位置づけだ。いずもは、今月、フィリピン沖の海底で見つかった戦艦、ムサシとほぼ同じ大きさ。ムサシは全幅 38.9 メートル、全長263メートルだ。軍事評論家の河野浦元明氏は、太平洋戦争中、大和型と言われる大和、ムサシ、シナノの3つの巨大戦艦が作られ、シナノは空母に改造された。ヘリ空母のいずもは、シナノ以来の空母になる。大きさもほぼ同じで、海地のこだわりがあったのでしょう。海地派、空母を持ちたいとは決して言えなかっただけに、今回の完成は悲願だったと指摘する。いずも型と言われる同サイズの護衛艦は、もう1隻が作られる予定だ。ヘリ空母ではなく、将来的に導入される垂直離着陸可能な F-35 戦闘機を運用できる仕様になるでしょう。いきなり、F-35 仕様では反発を招くので、ワンクッション置いた形。いずもは海地にとって、全く別の階段を一つ上がった。米で運用されている原子力空母のジョージ・ワシントン、全幅77メートル、全長333メートル、9はいずもと比べて、もう一回り大きい。本格空母は、米本土を攻撃する力になるので、米が建造を許さない。日本は F-35 仕様の軽空母止まりでしょう。巨大空母時代の到来とまではいかないようだ。